眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやね、山崎さんね、はい、僕ね、ほんと今まで、まあ、安眠研究家として、こう何年、数年やらせていただいてますけど、なんかね、間違ったなっていうのは一つ思います。あのね、やっぱりね、眠りにつかせるための話、内容、もう少し、考え直さなきゃいけないなと思って。やっぱりね、心地よいトーク、それはいいんですよ。皆さんが興味がない、全く興味がないことから、これをやっぱり話すべきだったんですよ。まあ確かにそうか。そうですね。そうなんです。だからね、今日はね、まあちょっと今日ね、スタジオ変えて、ね、この大和市の方に来てますけどね、大和市といえば出身が、ちょうどね、有名な芸能人といえばね、一人いるんですけど、ご存知ですか？わかんないです。あのね、近藤真彦さんがね、ちょうど、近藤真彦さんって あんまりね、我々の話に出てきてないですけど。いや、出てきてますけどね。そう、結構。今日はね、ちょっと近藤真彦さんについてね、皆さん多分おそらく興味がない方が多いんじゃないですか。いや、それを言い切っちゃうのは問題かと思います。いや、確かにもうね、あれですけど、今現役っていうか、若くはないですけど、でも、めっちゃ大スターじゃないですか。そう、興味がないって言い切っちゃうの。そう、もうね、僕大実はね、すごく好きなんですよ。ファンなんですよ。彼のことはすごくね、詳しいんですけど、皆さんにね、誤解されてると思って。女性にね、車の話と、柔軟剤の話と、マッチの話すると、みんな眉毛ハの字になりますよ。あ、マッチの話もそうなんですか。でしょ？いや、わかんないですか。もう、近藤真彦さんの話すると、なんていうのかな、もう、ふん、シーンってなって。あっす。だ、それは彼が、最近のね、浮気の問題だったりとか、1989年の中森明菜ちゃんとのね、問題があったりとかして、女性からするとね、冷たい目で見られること多いんですけど、今日ね、それはね、誤解なんですよ。実は。で、それをテレビで伝える人いないじゃないですか。ね。で、彼はね、やっぱいろいろこう、今までね、いろんなこと考えて生きてきてはいると思うんです。でももう本当にね、彼は潔白なんですよ。それを今日ね、皆さんにね、テレビ業界でも言わないし、YouTube 業界でもみんなそれ語ってない。なぜならば、それ視聴回数伸びないから。で、視聴回数が伸びないような話だから、やらないんだったら我々が、どうせ視聴回数伸びないじゃないですか、我々の動画って。そうですね。だから視聴回数伸びないついでにね。ああ。マッチの、マッチのためにね、ちょっと皆さんにマッチの誤解を取っていきたいなっていうね。なるほどね。そう。まあ何がなるほどなんだか全然わかんないんで、なるほどねって言ってますけど、そうなんですか。そう思いません？いや、でも山崎さんもわかりますよ。十分興味がないのわかるんですよ。いや、ね。もう興味がある人なんか いないの知ってんですよ、もう。もうここは一つね、皆さんね、安眠につかせるために心地よいね、話だと思って。まあ、近藤真彦さんといえばね、1979年の金八先生の第一シリーズでデビューという形になって、トシちゃんと、ヨッちゃんと一緒にね、デビューされて、で、それから、タヌキントリオっていう3人組がジャニーズとしては、ものすごく人気になりましてね、で、トシちゃんに次いで、マッチが、スニーカーブルースでデビューするわけですよ、1980年。ね、それからもうものすごい人気で、で、一気にこのスターダムの、のし上がっていくのはもう皆さん、それは、ご承知の通りだと思うんです。で、それまでにね、スニーカーブルース、ハイティンブルブギー、ため息ロカビリー、そして、レコード大賞を取ったりしてる大賞だったりとか、あと私の好きなベイビーローズだったりとかね。ものすごく楽曲なんかもいい曲が多くて。
で、有名なね、作曲家、作詞家に、こう、いろんな曲を提供されてるんですよ。はい。それも実は1989年まで。ああ。まあ、こんなこと言っちゃいけないから、あんまり言ってる人いないですけど、これ YouTube だからね。あえてここをご説明させていただきたいです。中森明菜さんの問題があったからなんですよ。噂で聞いたことあるでしょ？あります、うん。あれ実際、もう一般的に知られてるのはどういうことですか？皆さんが、認識している内容ってどういうことですか？ああ、そんなに詳しくないからもう、適当な、あれになっちゃいますけど、うん、結婚の約束してたのに裏切られたっていうイメージです。はい、はい、はい。そうですよね。はい、だから、明菜ちゃんかわいそうっていう話です。そんなイメージです。それに対して、マッチが明菜ちゃんの、うん、性にしたって言って、うん、白状だっていうふうに皆さん、取られてる方が非常に多いんじゃないかなと思います。まあそんなイメージです、ね。そうですよね、はい。そうそうそう。だから、あの時ね、その、はい、あの、金屏風会見。うん。金屏風の前で会見していて、はい、で、明菜ちゃんが、はい、まあ皆さんの一般常識としては、そう、うん、今日は、マッチと結婚するっていう話をするのかなと思ってみんな見てた。うん。うん。ちょうど1989年の12月の31日、大晦日、紅白の裏番組でやってるんですよ。あの会見を。そうです。そうだったんだ。うん。で、それには理由があるんです。ほう。うん。あの時代ね、年忘れなんていう言葉もあったように、はい、大晦日にやったことっていうのは翌年大体忘れてくれるんですよ、みんな。テレビ以外の情報って、はい、あとは新聞とか雑誌とかそういったものしかなくて、うんうんうん、それは事務所の力があればねじ伏せることができたりするんで、うんうんうん、で、完全に12月31日にそれを発表した、しかも紅白という、うん、裏でやればそんなに目立たなくて済む。はい、そしてさらに、はい、やんなかったのはなぜかって突っ込まれた時に、いや、やりましたよって言えるタイミング。うん、これが12月31日なんですよ、うん。で、そのタイミングで何をしたかっていうことなんです。うんうん、まあね、そう、明菜ちゃんはね、マッチが原因で自殺未遂はしてるんです。あ、そうなんですね。そうなんです。うん、じゃあ何が原因だったのっていう。うん、それ皆さん知らないと思うんです、うんうんうん。これなんで知らないかって言ったら、うん、やっぱり事務所の力でねじ伏せてるから知らない話なんです。これはね、実は1989年の7月に、うん、マッチはニューヨークに仕事行ってるんですよ。その時に松田聖子さんがニューヨークにいたんです。はい、松田聖子さんといえばもう神田正輝さんと結婚しているんですけどね。この、松田聖子さんと、キスをしたんじゃないかっていうのがフライデーに取り上げられたっていう。うん。で、その報道が中森明菜さんの耳に入って、うん、それで裏切られたと思って、うん、それで自殺に至ったっていうことなんです。そうなんだ。そう。ところがですよ、はいはい、実はじゃあニューヨークで何があったのっていう話なんですけど、うん、あれ実は、うん、やっぱりね、マスコミが、うん、なんか面白いスクープが欲しいって言ってかなり仕込んでやってることなんですよね。で、これはどっちが正しいか正しくないかっていうのは、うんうん、もうそれ正直、僕も見てるわけじゃないから。うん、だけど、今、世の中に通っている説っていうのと同時にこういう説もあったんだっていうことをご説明していこうかなと思う。はいはい、あの時ね、ニューヨークで実は、松田聖子さんと近藤正彦さんだけが密会してたわけじゃないんですよ。みんなグループで、うん、せっかくニューヨークにいて、うん、そしてここの、松田聖子さんとマッチってもう日本でも仲いいんですよ。最初から。うん。うんうんうん、だからみんなで食、せっかく会うんだから食事みんなでしませんっていう話してたんです、うんうん。で、その情報を聞きつけたマスコミは、これで面白いスクープ取れないだろうかって言って、うん、松田聖子さんとマッチがいるということは多分隣同士になるだろう。うん、その隣同士が、ちょっとこう、耳打ちしたようなタイミングで写真を撮れば、二、うん、人が密会してたっていう写真が撮れんじゃないかっていう。じゃあ耳打ちするようなカットを撮るためにはどうすればいいかって。そしたら、ニューヨークの、うん、ニューヨークの喫茶店で、松田聖子さんとマッチがいるタイミングで、二、うん、人の日本人カップルが、うん、公衆の面前でキスをさせようっていう話
したんです、うん、そしたらあんなところでキスしてるぜあの二人っていうのをマッチが松田聖子の耳にこうやって本当だってやってるところを写真でパシッと撮ったんです。ね、すごいでしょ。で当然松田聖子さんとかも、うん、あの事務所とかもね、うん、これはまあ仕組まれたことなんだって、うん、まあもう分かりました、じゃあ伏せますよって言って、うん、で松田聖子さんもそれに対してのインタビューはしてるんです、うん、まあ、実際僕が言った話っていうのは松田聖子さんの話なんです、うん、あ、そうなんですね、うん、でそういうことが実はあって取りやられちゃったわっていうで終わってるんです、うん、うん、ところが中森明菜さんはそれを見て、うん、いやこれは実際私への裏切りだって言って、うん、ちょっとだから彼も彼女もね、なんか思い込んでる部分があったりとかして、うん、で、まあ、マッチといえばね、実はね、もう皆さんご承知の通り、ちょっと、もう15歳からデビューしてますからね、うん、もう子供の時から芸能界入ってるわけですよ。うんうん、大人と社会人としては、もう本当にピュアな、一人の少年のまま大きくなってるんですよ。うん。うん、この少年が、やっぱり、普通のこう、なんていうの、常識的なことってやっぱ、そこは求めちゃいけないでしょ。スターなんだしっていうところもある。うん、そんなね、ピュアな少年、やんちゃだったりもするんですよ。うん、で、中森明菜さんからね、8000万円ほど、二人の新居にって言って、うん、お金をもらったりとかしてたんですね。うん。それで二人で、お金を貯めて、新居1億円ぐらいのね、なんか、まあ、当時のその家を買おうなんて話をしてたんです。うん。うんうん、ところが、マッチはそのタイミングで実はそれレースでちょっと使っちゃったと。自分のレースで。はい。うん。レースったらね、1983年の日産マーチが出たタイミングで、うん、日産マーチが主催したサンデー、ドライブ、レース、レーシングの、うん、なんていうか、エントリーをなんかこうね、マッチに進めたことで、うん、それでレーサーの道っていうのが開かれたんですよね。うん、でそこからこう、アマチュアからだんだんこう、グレードアップしていて、今は立派なレーサーの監督になってますけどね。うん、レーシングチーム、近藤レーシングの監督になってますけど。うん。うん、でそんなマッチが、やっぱり、未来の、ことを考えて、やっぱりレースに打ち込んでるって、その時にやっぱお金かかるわけですよ。うん。うん、だからやっぱり二人で貯めてるお金、二人で、貯めてるお金に、明菜さんも入れてたって。で、そのお金をちょっと使ってしまったっていうことも実はあって、うん、それで、明菜さんは、もう、悩んでるところに入ってきた、その松田聖子さんとの報道なんです。うん。で、そんなんで彼女は、うん、ちょっとメンタル的に弱ってしまったっていうことがことのきっかけなんですよね。うん。でもそれに対して、マッチは、それでも結婚しようよって言ってた。ところが、もう、中森明菜の方が本当に、もうちょっとこれじゃ結婚できない。気持ち的には結婚できないし、あんたのことも信用できないって言って、うん、それで、別れることが決まった。で、あの会見なんですよ。ということらしいです。だから皆さんが思ってると真逆なんですよ、全くね。そうなんですね。そうなんですね。で、そこだけど、うん、それをね、例えば、近藤真彦さんのこの、事務所、もう、まあ、当然ね、うん、ジャニーズですよね。うん。うん、そこをどうやってクリアするかっていうのは、当然、後ろ、裏で考えてるわけですよ。うん、で、当然、裏で話し合ってるっていうことを、うん、耳に入った視聴者の人たちっていうのは、当然、うわ、マッチひどい人っていうふうに繋がっちゃうんですよね。うんうん、じゃあ、今回は、うん、ちゃんと、会見を開こうって言った時に、うん、男気のあるマッチがね、うん、いや、私もそこに今、させてくださいと、うん。うん。じゃあ、マッチも一緒に同席をしようっつって。うん、中森明菜の方がむしろマッチがそこに来るってことを、うん、知らなかったぐらいの勢いなんですよ。うん。で、彼の、ピュアな彼が出した男気の部分だと僕は思ってるんですよね。そうなんですよ。なるほどね。ね。で、それからね、マッチの、最近の、うん、浮気問題。うん。あれが原因で、うん、もう、やっぱり一気に人気がなくなってるんですよ。うん、あれはね、2020年に、うん、マッチが、まあ、浮気をしていたってことが原因で、うん、まあ、5年間続いてるらしいんですよね。うん、いやいや、
そうそう。皆さんこの言葉を聞いて、いや、浮気じゃなくて不倫だよって言ってる人たちたくさんいらっしゃると思うけど、うん、同じですよ。ね。うん、正直言ってね、それで、まあ、子供もいて、家族もいて、なんだけど、今、マッチってね、本当に家族仲いいですよ。うん、もう、神さんとすごい仲いい、あの二人は、うん。うん。で、子供も本当にいい子でね。うん。うん、車を三つ書いて、ゴースケくんって言うんだけどね。うん。うん、本当にいい子でね。うん。うん、で、もう、その家族はね、浮気をしたぐらいじゃ揺るがないんですよ、その。はい。うん。で、大体ね、そのね、浮気を不倫っていう言葉にしてね、本当になんか悪いことしたかのように、やっぱ言って、僕はね、別に、浮気や不倫をね、うん、肯定するわけは決してないですよ。ただね、うんうん、長い長い日本の歴史、文化の中で、うん、不倫が悪いなんて言ってるのは今だけ。うん。うん、それよりもね、やっぱり、スターですよ。スターがね、浮気しないわけないの。でも変な話。昔から浮気するのは当たり前。ね、政治家だってそうだったし、はいはい、うん、隠し子だってたくさんいる、うん、人たくさんいるでしょ、うん、石原慎太郎なんか全然突っ込まれないじゃないですか。最後まで。ね、突っ込まれない、最後まで葬式にだって今の現総理大臣も来るぐらいの人だったでしょ、うんうん、なんでその人突っ込まないでマッチス突っ込むのっていうことでしょうも。変な話ね、うん、浮気をしないとかって言ってる男は、うん、うん、ただのモテない男なだけ。そう。めちゃくちゃ乱暴な意見、ぶっ込みましたね。そっか。はい。で、もうこれ、めちゃめちゃ眠れるでしょ？っていうかね、はい、これで眠れるのって、うん、おそらくですけど、40歳以下。はい、以下？うん。うんうん。マッチのことそんな知らない40歳以下の人じゃないと。あ、そうかそうか。ちょっとは知ってますもんね、40歳以上はね。っていうか、もう49か、私。49の私にしてみたら、うん、めちゃくちゃ面白いです、この話。面白いですか？はい。そうなんです。芸能界の裏っていうのはね。だから、そうなんです、じゃあ、面白きゃ。ダメなんです。だそうでした。大失敗ですか。じゃあ。また、今日も。また。うん。失敗ですよ。そうか。ねえ、でも本当にその1989年の12月以降、マッチって、うん、まあちょっと自粛してるんですよ。あ、ね。それでテレビも、まあ当然その後楽曲提供もあったけど、うん、まあ今までのような松本隆作曲とか山下達郎が作曲提供とかね、うん、小田哲郎さんの作曲提供とか、うん、そういう、なんていうのかな、大御所の曲やってないんですよね。うん、マッチって昔からジュリーが好きなんですよ、沢田研二さん。だから沢田研二さんっぽい曲すごい多いでしょ、実は。うん。うん、でマッチはもうその後、そういう、なんかこう、明るい曲やってないでしょ。そうなんだ。うん。ほんとね、彼すごいね、トークもいいし、この間もお話ししたけど、頭の回転早いんですよ。キンキキッズとの話してる時も、やっぱりこうなんか笑わないでね、面白いこと言うって、やっぱりプロなんですよね。トークが面白い。それもタヌキントリオのコントで鍛えられてるところもあるんでしょう。うん。話があんだけ面白いし、もう、スターだしね、やっぱり顔もいいし、あと髪の毛もふさふさでしょ、49歳。まあ、今は59歳になりました、今年で。うん、1973年生まれですから。うん、うん、74年生まれ。64年。あ、1964年生まれ。うん。うん、そうかそうか。そうそうそう。へぇ、うん、なんか残念だなぁ。そうなんだ、うん。僕はね、だから、マッチファンとしてじゃなくて、うん、日本のね、やっぱり日本の文化を作っているのって、うん、テレビなんですよ、うんうんうん。で、テレビが衰退して、YouTube が、盛り上がって、うん、っていう今の流れ、YouTube が盛り上がることはすごくいいことだと思うんですけど、うん、テレビがその代わり衰退するのっていうのは日本の文化に本当に悪い方向に影響すると僕は思ってるんです。うん。うん、時代の空気っていうのは、良、うん、くも悪くもマスコミやテレビにこう影響されていくわけでしょ、うん、うん。でもその影響力を失うと、その空気って一体誰が作っていくのっていう話になる。うん。うん、となると、YouTube に出ている人気 YouTuber なんですよ。時
代の空気を作ってるね、うんうんうん。で、その人気 YouTuber の中でも、やっぱりハウトゥー系の人たち、うん。この人たちが言ってること正しいと思い込んでしまうんです。あ、まあ確かに。ね。何の検証もせずに。あ、そうなんです。そうです。だから僕は本当に非常に危険だなって思う一言っていうのは、うん、あいつはバカだとか、はいはい、まあ簡単にね、うん、言っている人がいるんだけど、そのバカだっていう言葉の裏には、私は頭がいいっていう言葉が隠れていて、うん、聞いてると、その人って頭がいい、この人が言ってることは正しいんだっていうふうになってしまう可能性非常に高いんですよ。ひろゆきさんそうですね、うん。だから変な話、ひろゆきさんがよく言うのは、うん、ベーシックインカムやっちゃえばいいんだよって。ベーシックインカムっていうのは、不労所得でしょ、うんうんうん、で、いわば、肥大化した、生活保護ですよ。うんうん、だから生活保護をみんな受けちゃえばいいじゃないかってやっぱり言うわけですよ、うんうんうん。で、生活保護をみんな受けちゃったら大変なことになります。うん、ね、うん、いや、そうでしょ。だから生活保護を受けたくない人は自分で稼いでお金持ちになればいいし、うん、うん、働きたくない人は生活保護を受けりゃいいし、ってやるんだけど、うん、生活保護を今受けたい人っていうのは、うん、生活保護っていうのは最悪の事態だって思えている空気が流れてるから、これぐらいで収まってるんですよ。ひろゆきさんの言うように、生活保護を受けりゃいいのにバカじゃないのって、簡単に受けりゃいいじゃんってみんなに言うんだけど、それが当たり前になろうとしてるんですよ、今若者の発想の中では。うん。そして竹中平蔵さんのそのベーシックインカムの一人当たり7万円。これちなみにね、うん、4人家族で28万円ですよ、うんうんうん。4人家族で28万円が、そりゃ生きていけるでしょうよ。うん。うん、だけど28万円で、これから物価が上昇するこの日本において、うん、豊かに暮らしていけると思います?もう豊かには難しいですよ。そうなんですよ。うん、でも、やっぱり、そう、ベーシックインカム、28万円で暮らしていけるんだよ。やろうと思えばできるんだよって言うんだけど、うん、28万円しかもらえない、その一家がね、うん、これからの文化の、ほとんどの文化の空気を作っていく、この国、うん、大丈夫なのって思うんですよね。うん。向上心がね、ある人は働くから大丈夫って言うけど、僕はそうは思わない。うん、ほとんどは、働かない人ベースでいくと思う。働かない人の価値観が偉いんだになると思う。うん。うん、働かないで貧乏で何も買えないっていう人が偉い。うん、偉いって言ったらちょっと早く言い来すぎちゃった結論を、うん、その人のことをバッシングしちゃいけないよっていうムードは、うん、逆にその人に合わせる空気になっていくんですよ。うん、うん、これ本当に怖いなって思う、ね。なるほどね。うん、でそういうやっぱりテレビ業界、うん、これを引っ張るのは芸能界です。芸能界の中にはスターっていうのがいて、そのスターのが憧れるスターが、例えばいい車乗ってます、いい洋服着てます、そしてその人がものすごく面白くて、うん、魅力的です、こういう人がもっと育てば、うん、テレビ業界って反映するはずなんですよ。うん、今日はね、うん、こんな話をしたくてやってるんじゃないんですよ。だけどもう時間、本当皆さん申し訳ない、まだまだちょっと今日話したり足りないんですよ本当は。だから、山崎さんが言うようにね、うん、トム・クルーズの、トップガンのような映画、うん、ああいうのをテレビでも考えなきゃいけないんですよ。うん。すごい大変だから、作るのが大変。はい。でも、頑張って作っていいものを作りたいっていう、ああいう発想が、昭和の金八先生を作ったんですよ。うん、スクールウォーズを作ったんですよね。うん。でも今そんなの作ったってどうせ視聴率上がんないんだから適当でいいよとか、うん、いやいやそんなの、コンビニエンスストアのタイアップがつくんだからコンビニエンスストアを喜ばせるだけでそれでできればいいんだよとか、うん、で視聴者は頭いいんだからそんなのも見破ってるわけですよ、ね、うん、うん、そうじゃないの、もう視聴者のことを信用するということはいいものを作ったら分かってくれる人が少数でもいてくれる、これなんですよ重要なのは、うん、嫌われる敵を増やすんではないんです、うん。ね?敵を増やすんじゃないんです。少数派の人間に愛してもらうんです。これが大切なんです。うん、ね?うん。なるほど。はい。どうかね。芸能界頑張ってほしいな。テレビ頑張ってほしいな。うん。いや、めちゃくちゃいいこと言う YouTuber だな。うん。そうですね。でもバーンされます。これそうかな、ダメかな、なことないでしょ、
まあちょっとね、今日は。また、まあ、うん。そうですね。このぐらいにしときましょうか。うん、全然寝れないけど、よかったです。そうですか。はい。まあなので、多分、チャンネル登録も、はい、高評価も多分、全然押してもらえないかもしれないですけど。そうですね。うん。少数派でいいんですもんね。そうです、そうです、はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。チャンネル登録と、高評価ボタンよろしくお願いいたします。お願いします。